うですね、道がちょっとガタガタしてますね、狭いところも多かったし、はい、あ、ぜひ差別をなくすような社会を、茨城県から作って他の都道府県にも広げていってほしいです。茨城県民の障害者というか高齢者も含めて、みんな差別に関して何か感じてると思うんですけど、それが条例でどういうふうに一つでも二つでも解かれるかっていうことに、大変期待してると思うんですけど。パレードと集会ができて本当に良かったなというふうに思っております。この条例、できたから、明日から施行されるから、この茨城県に障害がなくなるとか、ガラッと住みやすい茨城県に変わるというわけではありません。この条例を使いながらですね、障害がある人とない人の、例えばなんていうんですか、気持ちのすれ違いとか、誤解とかそういうのを少しずつなくしながら、本当の意味での共生社会というものを築き上げたらいいと思います。明日から施行ということで、これをですね、次は隣の栃木県、そして群馬県と北関東に広めていただいて、で私は東京で今活動していますけれども、東京も負けずにですね、後を追って東京でも作る動きをして、全国各地でこういった条例作りを盛り上げて、さらに引いては法律、これのさらなるバージョンアップ、それから国連の権利条約の全国への復旧啓発、こういったことにつなげていければなと思っております。国はですね、来年の4月から差別解消法を施行されます。それに先駆けて茨城県で条例ができたということは本当に大変素晴らしいことだと思ってます。次の2点を要望いたします。1、主な生活分野の生活規定、差別規定となる格則を盛り込んでほしい。それでは十分に検討させていただきます。正直どれだけ人が集まるのかなっていうすごい不安の方が大きかったです。でも本当に賑やかに、また事故もなく、アピールできたっていうか、ね、それが本当に、いい思い出になったと同時にいいスタートが切れたなと、はい、そういうふうに思っています。障害者でどっちかっていうと引っ込み思案というか、内向的な方とかっていうのが多いと思うんですね。私自身もそうだったんですけど、どんどん社会に出ていく、外に出ていく、一般の方と接する、そういう中で、やはり、なんて言うでしょう、障害を持たない人からすれば障害者と接する機会ってなかなか少ないと思うんですけど、そういうことも増える、それでまた、お互いの距離が縮まるっていうことにもなっていくと思いますので、ね、どんどん外に出ていってもらいたいなと思います。1、2の3、ダーン。